く高価なガムです。1枚いくら？ 1 枚ですか。1枚。まあガム、普通に買いましたらば、これが、いや、買わないけどね、こういう板ガムみたいなの。買わないからちょっと想像つかないんですが、多分、普通に買ったら200円くらいだと思って、って思ったらこれが、例えば、まあ、1200円とかじゃないですか。これくらいになったら、1枚でっていう感じで、かなりおったまげの、こう一回食べてみないとちょっと気になりますねという感じがあるかなと。丸々の金額が分かります。気になるな、何よこれは。やっぱ IQ テスト来た。 IQ テスト、いや、やんないよマリンは。これ IQ テストとかやってると頭痛くなっちゃうからやりませんよ。はい、他人他人に貸していいと思える最高金額です。言っておきますけどね、あの、この報酬マリン、他人にお金は貸しません。なぜだかわかりますか？お金を貸すというのは友情崩壊ゲームの、開幕であり、ねえ、貸してしまいましたらば、いつ返してもらえるんだろう、そういえば返してもらってないな、などの不満を生み出すわけですね。なので、マリンとなりましたらば、貸しません。差し上げます。おごらせていただきますね。そしたら気持ちいいからね、向こうもおごってもらえて嬉しい、こちらもおごってあげた、そして帰ってこなくても私がおごってあげたという感じで、心の平穏が保たれますと。